はい、こんにちは。ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまたおすすめの注目ゲームの情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら。スペースマリン2のファンが激おこ、公式が緊急パッチを配信ということでね、今日もまたスペースマリン2のお話なんですけれども、ちょっとね、この間大型アップデートがあった後、いろいろとなんか揉めているという感じになっていて、で、その後ね、その公式の方から反応があって緊急でそれを修正するようなパッチが入ったということが話題になっております。なので今日はその辺のこととかを紹介していきたいなと思います。このスペースマリンズ知らない人いないと思うんですけれども、超大量の敵と戦うコープアクションシューターということで、ワールドウォー Z のセイバーインタラクティブが出している新作ゲームということですね。で2024年9月9日に発売されていて、日本語完全対応で PC と PS5 と Xbox シリーズ X で発売していて、クロスプレイにもクロスセーブにも対応しているゲームという感じなんですね。で先日ワールド・ウォー・ゼットと同じように大型アップデートが入って新マップとかが追加されたりしたんです。あと新難易度が追加されたということになっているんだけれども、この難易度調整とかがなんかおかしいということで、すごいファンからブーイングを受けていたんですね。なので2週間後にもう新しいパッチが出てきたということになっております。でこの内容が結構あるんだけれども、基本前のアップデートでそのファンのフィードバックを受けておかしいところはもう元に戻したみたいな感じのパッチが多いんだけれども、今日はねそのパッチノートとかも紹介していきたいなと思います。でファンの間で一番不評だったのがその低難易度ですよね。イージーとかノーマルの難易度が上がってるんだけれども、これがねひどい上がり方なんですよね。私も見る限りこれなんだイージーじゃないぞみたいな感じで、なんか上の難易度と同じような敵の湧き方してくるようなところとかあって、そこはフラストレーションなだけだという話なのでね、その辺も直したよとかそういうことが言われております。で個人的に一番ひどかったなと思ったのがドッジロールなんですね。ドッジロールがもう全点レベルなんですよ。ほんとその場で転がってるのかみたいな、そんなレベルに弱体化されてて、これはバグだったという話なんだけど、本当は弱体化しようとしたんじゃないのみたいな気がするんだけれどもね、その辺のこととかが今回ね新たに修正されたということになっております。こんな感じでね、うちのチャンネルでは海外のゲーム情報とか新作のゲーム情報を詳しく突っ込んで紹介したりしておりますので、もしちょっとでもね参考になったという方いたら高評価とかチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。いやでもねスペースマリーン2もパッチでの対応早いなって感じだけどね、今売れ筋商品ですからね、セイバーのこれをなんか今回のパッチで不評になっちゃってこけちゃったらやばいだろうとは思うので、これで良かったかなって印象ですけどもね。ではですね、パッチノートの方ちょっと一緒にチェックしていきたいなと思います。で自動翻訳使っているので少し原文と違うかなってところもあると思うんですけれども、大急ぎで英語で出したってところはありますよね。で新しいバランス調整など皆さんの最も切迫した懸念に対処することになったと、新しいパッチの詳細に入るまでゲームに熱心に取り組んで意見を言うた皆さんに感謝ですと、難易度調整に関する批判は当然のことですが、新しいターミネーションマップ新マップだね、非常に肯定的なフィードバックにも感謝いたしますということで、挨拶から入っているということです。フィードバックの内容に関わらずスペースマリーンズの皆さんが情熱をいただいたことで感謝していますと。で個人的に私たちが学んだ重要な教訓はゲームがリリースされるとそれはもはや開発者のゲームではないということを忘れていたことです。これ大事だと思うよね。これすごく大事なことだと思う。何よりもまずそれはあなたのゲームですよね。そうだよね。でそのため今後はパブリックテストサーバーを設立してこのエネルギーを活用したいと考えています。これにより主要なバランス調整アップデートを使用しパブリックブランチにプッシュされる前にあなたの意見を反映させることが、これは素晴らしいことだと思うね。ワールド・ウォー Z もぜひこれやってほしいなと思うんだけどこれら2025年初頭にリリースされる予定ですので詳細については引き続き当社のチャンネルをご確認くださいということです。来年の初頭にだからパブリックテストサーバーの参加者を募るのか公募するのか、それとも誰でも参加できるのかわからないけれども、そういうのがあると、アップデートのベータテストみたいな、なんかそれがやれるようになるということなんだろうね。それでみんながいきなり強制的にパッて変わっちゃうんじゃなくて、ここおかしいよっていう意見を先に聞けるということになるんだと思います。でバランス調整オペレーションモード限定なんだけれども、ラスレス難易度の勝率は 60% 前後だったんだけど、パッチ3を入れた時に勝率が 80% に上がった。なんか簡単になりすぎちゃったみたいな感じだよね。で最高難易度でもゲームが簡単すぎるというフィードバックを多数受けていたと、これがバックグラウンドなんですね。だから勝率が高すぎるから少し低難易度の方もその難しくした方がいいんじゃないかという考えのもと数字を見てそうしたんだけれども、その後でも数字を見ると勝率 95% あったのが 93% に低下させたと。数字上ほとんど変わってないと、少し難しくなったかなって話なんだけれども、でもそれよりも何よりもなんかみんなのフィードバックから見ると難易度の低いゲームではより緊張感が出る。これは明らかですが、これは決して私たちのいたしたことではありませんと。難易度の低いところがない、その難易度じゃないと、なんかむしろ難しくなってるっていうことになってしまったんですね。上の難易度より難しいんじゃないかみたいな感じになっているのでってことだよね。で、そのためこれらの変更を元に戻しますと、最小平均および中程度の難易度でエクストリミスの敵の出現率はパッチ4以前のレベルに戻りますということになっております。あれだね、もう脇方おかしいんですよ。とにかく脇方おかしいの。いや、優しいじゃないだろ、これみたいな。上の難易度と同じ脇方してんじゃんって時があったので、これが治るということですね。で、一番簡単平均相当な難易度では、そのエクストリミスの敵の出現率を下げたと。で、冷酷でも、その、一応出現率を下げたということみたいですね。で、武器の調整なんだけど、これは、その前のパッチとは関係なくて、強化ですね。前から言われてたボルター系の武器、普通の弾丸を撃つ武器と思っていいんだけど、このゲームだとそれが弱いということなんですよ。私もほとんどね使ってない時あったりするので、それを強化しましたよということみたいです。だから武器の選択肢が増えたのはいいんじゃないかなと思うんだけど、ボルトライフルとかね、そういうのが使えないの寂しいなとは思っていたので。で、ヘビーボルトライフルも 15% 増加、ストーカーボルトライフルとかも 10%、10% から 20% の増加、ダメージが増加するということなので、かなり使いやすいんじゃないかなという感じですよね。スナイパーライフルも私ねすごい好きなんだけれども、全然やっぱねラスフュージュルビームライフルみたいな方が全然強いんですね。だから全然使ってないんだけれども、12.5% 増加したということなので、ちょっと使ってもみようかなって気がしますけれどね。ヘビーボルターとかも 5% 増加、連射できる武器は 10% のダメージ増加、とんでもなく影響すると思うから、これはすごくいいんじゃないかなという印象はあるけれども、あとは使ってみないと分かんないかなという感じです。で、冷酷の難易度でプレイヤーのアーマーが 10% 増加するということなので、これ前回のパッチでそのアーマーが減少させられたんですよね。でもこれを元に戻したり、増加させたりということみたいですね。で、一応下げた理由は、その難易度のそのラスレスの勝率が大幅に上昇してしまう、前のパッチで上昇しすぎちゃったということなので、アーマーを下げてみたということなんだけれども、それは基本間違いだったみたいな感じだよね。その代わりにマイノリス、雑魚の攻撃をパリしてもアーマーは回復するよっていう能力は付け足してみたんだけど、言い訳をしてるみたいな感じだよね。説明なんだけれども言い訳に聞こえるよねって感じなんだけど。で、致命的な難易度だと思うんだけど、タイトフォーメーションシステムが削除されたということで、このタイトフォーメーションっていうのが何なのか分かんない、多分メジャリスがギュッて固まってなんかフォーメーション作ってるみたいな、そういう分け方をする時があるんだけども、メジャリスだけじゃなくて、そのふわふわ浮いてるやつも多分いろんな特殊エネミーたちがバーってなんか変態組んだみたいに出てくることがあるんだけど、それのことだと思うんだけども、それをなくしたということらしいんですね。で、これはワールド・ウォー・ゼットのプレイヤーにはおなじみのものなんだけれども、ミューテーター、モディファイアですね、ミューテーターを入れるチャレンジモードみたいのがあるんだけど、ワールド・ウォー・ゼットにはそれの準備だったということを言ってるんですね。なので将来的にこのスペースマリン2にもワールド・ウォー・ゼットみたいなミューテーターが入ったチャレンジモードが出てくるんじゃないかなって感じで書かれてるんだけど、それは置いといてそれがなんかおかしなことになるんだったら、とりあえずテストはテストでやるけれども、今回はなくしましたよということみたいですね。で、このシステムを完全に削除し、準備ができるまでモディファイアの作業を継続はしますということなので、将来的にそのなんかこのステージだけど縛りルールですよね、縛りルールがこの3つついたチャレンジモードみたいな、でこれをクリアできるとなんか特別な報酬がもらえるよみたいな、そういうチャレンジモードみたいなのをね用意してるのかなって印象ですよね。AI なんだけども、よくフィードバックとして AI の見方が時々役に立たないと感じるという意見があるらしいんだよね。私は AI 結構強いなと思ってるんだけどね、味方ですね、味方のボットだから、それがボスに 30% の追加ダメージを与えられるようにしましたよということみたいですね。味方がボスに対してすごく強くなるよということみたいです。ボスに対して確かにあまりそんな攻撃力を発揮してないなってところはありますけれどもね、でもね、ヘイトを稼いでくれてるだけでも全然違うよって気はするんだけどね、でも今後 30% の追加ダメージということみたいです。で、ゾアンスロープ、浮いてるやつね、ペアになって出てくるやつがいるんだけど、こいつらがめちゃめちゃ厄介でめんどくさいんですよね。で、こいつらをシールド交換のクールダウンがちょっと遅くなるよということなので、一気にダメージを与えやすくなるということみたいですね。で、これです。ロール距離が以前よりも短くなる原因となっていたバグを修正しましたのでね、これはおそらくパッチ4で最も影響が大きく厄介な結果でしたということで、フレームは同じなんだけど、その移動距離だよね、ロールする移動距離になんかおかしなことが起こっていたと、大幅に低下したということなんだけれども、このバグが修正されたことで、一応その回避能力がまた高くなるから難易度調整にもなってるんじゃないかということみたいです。これはね、本当にね、最初びっくりしたね。なんか難易度を上げるためとはいえ、ドッジロールを弱体化するってエルデンリングというかダークソウルでもやらないよねっていうレベルの弱体化だやり方で、なんかもうすごい俺たち天才だと思って弱体化したのかなと思ったけれども、これはひどいだろみたいな感じで、なんか本当ゴロ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 その場で転がってるだけみたいな感じなんですよね。だこれが治ったということなので、その場で転がるぐらいならなんかねえ、サイドステップさせろよみたいな、もしくはブーストダッシュこんなにね、科学が発達した SF の世界なんだから、ブーストダッシュでかわさせろよみたいなさ、なんかそんな気がするんだけれども、まあドッジロールはバグだったと、意図せずそうなってしまっていたということみたいです。まあそんな感じとなっております。皆さんはね、どう思いましたか？よかったらね、コメント欄でご意見をお聞かせください。スペースマリーン2とかワールドウォー Z に関してね、もっと詳しく知りたいという方は動画たくさん上げておりますので、よかったらね、概要欄のリンクとか、この後出てくる動画とかもね、チェックしてみてください。